はい、というわけで今日もやってきました。また再び訪れた、日本料理店がここの先にあるということで、以前もね2回ほど撮影したんですけど、今回はあのねカメラも新しくなってだいぶ見やすくなりました。で、まあ、このシーズンに行くのは初めてです。以前はねもうめちゃめちゃ草木が生い茂った中での撮影だったんですけども、今日はもうほぼノーカットでお届けいたします。岡山県ではねかなりなんか若者に有名なスポット、なんか心霊スポットとかね言われるほど皆さん来たりするらしいです。もともとは日本料亭、日本料理屋があったということで、まあなんかちょっとねこういう感じでちょっと特殊な作りになってます。で今日はちょっとその先にある日本料理屋に行こうかなと思います。この下もちょっとね、じゃあゆっくり歩いていきましょう。もともとはまあ山奥にある、まあ、比較的新しいですね。肝試しで来たのかな。もともとは日本料理料亭でチェーン店だったこのエリアでございます。見えますかね、もう普通にその横しに立派なお屋敷があります。だからこの道はね茨、まあ、福山から、県北新見の方かなに抜ける道なので、まあ、スキー帰りとか、まあ、そういう時に、まあ、こういうところでゆっくり旅の疲れを癒したりするようなエリアだったと聞いてます。温泉があったかとかどうかちょっとわからないですけども、もしかしたらそんなような感じもあったのかもしれません。ちょっと上げていきます。こんな感じです。このね、右側にも人工的な、なんだろうな、木でも植えてたのかな、まあ、そんな感じの雰囲気がある中です。まあ、この先ね立ち入りがダメだということで、まあ、ここだけの撮影になります。もうずっとねこんな状態でございます。なんか動かされたような跡もあります。その先にも別館が残っております。夏場はね本当にこの下とかも草だらけで進めないんですけど、このシーズンになるとようやく入ることができて、でなおかつねこれ鮮明にねこの建物が見えると、もう夏はね草木生い茂って全く見えません。
んな感じになってます。人が入ったね、痕跡があります。で、その先にスプレー合ってるとかしますね。ありますね。ああ、砂防ダムかな。ここから結構水が流れてたんでしょうね。はい。でこの道はね、先ほどオープニング開始で撮影したところにつながってます。で、まあこの料亭なんですけどね、この道を、まあ、この道が料亭を囲むようになんか U の字になってね、道が存在します。 U の字の真ん中に料亭がある。ただね、ゴミがね、むちゃくちゃ多いんですよね。はい、というわけでここにつながるということです。まあですね、だからまあこの川の作りをうまく利用して、料亭を建てたのかな。まあ、ちょっとなんか人工的な雰囲気もする、なんかまあ川の流れをねこっち側に持ってきたような雰囲気もするんですけども、まあ、この川とこの料亭を組み合わせて、まあ、日本らしさをね出していたのかなと思います。渓流のような、ね、感じですけどね。もうね、ここはね本当にYouTuberさん有名で県外から来られたりとか、まあドローンでね撮影空撮したりね、結構ね本当に有名なスポットなんですけども、まあ、中に入ったりとか、まあそういう動画もあったりするほど訪れる人が多いんですよね。
ね、川があって、当時はむちゃくちゃ賑やかだったんでしょうね。ここでね、和食、まあ天ぷらとかね、美味しいお魚とか出されてたのかな。まあ、ただ結構ね、この市内からね、まあ40分ぐらいあるんですよね。なのでまあここに来るというか、まあなかなか通過してしまうような感じになるんですかね。まあ、おそらくね、このドライブインチックな的な感じでね、皆さん利用してたと思うんですよね。1970年代とか80年代、まあ、そしてまあ平成に入ってドライブインが姿を消し、まあ、ここもね同じように廃業したのかなって思います。というわけでね、今日はありがとうございました。おそらくここに来た人も何人かいるかもしれないです、この視聴者さんの中で。あとは本当に完全に倒壊するのを待ってるような雰囲気でもあります。でもね、かなりこの屋根とかね、保存状態というか、まだまだ大丈夫のような感じもあるので、本当にお金かけた建物なのかなと思いました。向こうの辺とは大墓地点ですけど、屋根はまだ生きております。というわけで今日はありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。